はい、主要です。今日はですね、ビーツの話をしたいんですね、ビーツ。ビーツってご存知ですかねこういったこう株みたいなね、赤い野菜ですけれども、食べたことある人はわかると思いますが、結構独特な味があるんですね。で、普段はどんな風にして食べるかというと、まあ、サラダに刻んだりだとかね、それからまあ、煮込んだりすることがあります。で、煮込んだ時はね、必ずその真っ赤感になるんですね。スープが真っ赤感になるんで、 まあ、ロシアのポルシチみたいなやつはね、こう真っ赤なスープであるんですよ。あれはビーツが入ってるわけです。僕は普段はどんな風に撮るかというと、まあ、ほとんどね、こうジュースにしたりだとかして取るわけなんですけれども、先ほど言ったように味がね、結構独特なんですね。まあ、決して美味しいもんではないですよ。どっちかというと、こう土の味がするみたいな感じなんですけれども、ただですね、栄養価に関してはものすごいあるけですね。 で、ビーツって言うとですね、いろんな種類があります。実際赤くないビーツってのはですね、まあゴールデンビーツって言われるものであったりだとか、あと白いビーツですね。まあこれは日本ではこう天才って言われますけど、まあいわゆる砂糖の原料ですね。すごく甘いもので、砂糖きび以外のね、砂糖の原料になるものですけれども、これはもともと第一次世界大戦の頃ね、 あの、砂糖が不足することによって輸入できなくなって、急遽北海道で栽培し始めたって代物ですけれども、今でも北海道でね、天才糖っていうね、まあ、砂糖の原料として今でも作られていますが、えー、僕が言うビーツってのはね、まあその白いビーツではなくて赤いビーツのことですね。で、この赤いビーツの中にですね、もう抗酸化物質がめちゃめちゃ入ってるんですね。 で、それの結果ですね、まあ、病気を予防する、潤化器疾患、心臓病であったりだとか、脳血管疾患であったりだとかね、それから貧血の改善とか、それから性機能を改善するみたいな健康上のメリットがね、続々と報告されてるんですね。もう一つ注目したいビーツのその効能としてですね、まあ、癌細胞をやっつけるっていう効果があるんですね。 ビートそのものの成分の中にですね、ベタレインっていう成分があるんですけども、そのベタレインっていう成分がですね、ガ、ま、ン、あ、をやっつける効果ということが報告されています。摂取すると酸素濃度が上がるんですね。酸素濃度が上がるんです。これはまあ、ビートに含まれている、まあ、硝酸塩っていう成分がですね、血管を拡張させることによって、まあ、循環が良くなるってこともあるんですけれども、鉄分が含まれていてね、設計球という成分がこう、作られるってこともあってですね、まあ、こういった効果からアスリートがですね、ビーツのジュースを飲んだりだとか、それはビートのサプリメントを取ってパフォーマンスを上げる ってことこが行われてです、ね、ただ、この循環を良くするということがですね、実は、癌をやっつける効果にも非常に有効なんですね。がん細胞っていうのは、もともと酸素があんまり好きじゃないわけです。そうすると、まあ、酸素があまりですね、 届かないような環境を作り入れて、がん細胞と増殖するんですけども、も酸素濃度を上げるということはですね。がんにとっては望ましくない環境を作るということに繋がるんですね。実際ですね。その酸素濃度が上がる細胞レベルで見るとですね。酸素濃度をようやく400倍に上げるなんていう効果もあるようにですね。癌をやっつける上で非常に有効な効果なんですね。イスラムの伝統医学であるユナニ医学でですね。癌をね。治療したりだとか。それからがんの転移を予防するために使われていた。なんていう記録もありますし実際1920年代にはですね。ドイツ人。 ドクターががんの治療にも使用したという記録がありますしあと1950年代にはですねハンガリーのドクターがですねそのビーツそのものをがんの治療薬として実際に使ってみたということが報告されていますビーツのですねベタレインという成分ががんの増殖を抑制するということがです、ね、研究でも確認されましたこの効果はですねまあ殺菌したドクターの名前につれてフィレンツェ効果って言われてるんですけども、えー、がんを抑制する効果がビーツにもあるということでアメリカでですね ビーツの成分っていうのは抗がん剤として特許が取得されています。あとね、ビーツそのものにはビタミン C も豊富に含まれていることがですね、癌をしっかりと抑制することにつながっているんじゃないかというふうにも言われているんですね。最近ではですね、ビーツっていうのはクレンジングですね。クレンジング。下毒の食品としてですね、非常に注目をされています。 ビーツはですね、肝臓とか腎臓とか、それからリンパ系ですね、を解毒するのと同時にですね、まあ、体の多くのシステムの機能を向上させる効果があります。これがですね、先ほど言ったがんを予防したりする効果にも繋がってくるわけなんですけれども、あとその貧血を改善したりだとかですね、リンパの流れを良くすることっていうのは、まあ、循環を良くすることになりで結果的にですね、肝臓の機能をサポートしたりすることにも繋がります。 ともう一つですね、まあビーズに含まれている重要な成分として、ベタインというものがあります。ベタインというのはですね、何かというとですね、難しいんですけれども、細胞の中のですね、メチレーションというサイクルがあります。メチレーションっていうのは、 細胞の中で1秒間にですね、何十億回もぐる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 回ってですね、代謝のシステムなんですけれども、そのメチレーションというサイクルにおいて、ベタインというのがですね、非常に重要な役割を果たしているんですね。でメチレーションサイクルの中で代謝すべきものの一つに、ホモシステインというものがあるんですけれども、このホモシステインというものはですね、濃度が高くなってくると、心臓病とか動脈硬化のリスクが上がってしまうというものですね。で、このホモシステインを代謝するために、ビーツに含まれているベタインがですね、 しっかりと働くことによって、そのホモシステイン濃度を下げてくれるという効果があります。で、ホモシステインのね、まあ、状態が高いとですね、炎症が増加するもんですから、まあ、あらゆる病気のですね、前段階になったりするわけです。実際、乳がんとか大腸がんの人もですね、ホモシステイン濃度を測ると高い人が多いよという結果もあるようにですね。体の中でホモシステイン濃度を下げるということは非常に重要なことなんですけれども、そのビーツのベタインという成分ですね、そのメチレーションサイクルをぐる,ぐるぐるぐる回すことによって、ホモシステイン濃度を下げてくれるわけです。 メチレーションサイクルっていうのはですね、大事な回路で、まあ、DNA を作ったりだとかですね、あとは神経伝達物質ですね、セロトニンとかメラトニンっていう成分をですね、作るときにもそのメチレーションサイクルが使われているので、メチレーションサイクルがしっかりと回るというのはですね、細胞の健康にとって非常に重要なことなんですね。ビーツのベタインっていうのはですね、肝臓の脂肪の処理能力をね、上げてくれることによって脂肪肝を予防したりするっていうこともありますし、遺伝子レベル、まあ、長寿の遺伝子をですね、非常に活性化するっていうこともわかっています。 ただね、健康上のメリットとして非常に高いこのビーツですけども、いくつか注意点はあるんですね。一つはですね、妊娠中はあまり取らない方がいいよってことなんですね。まあ、妊娠中にビーツを取るとですね、甲状腺の機能のトラブルであったりだとか、体児にトラブルがあるなんて報告も、まあ、なくはないんですね。ですので、大量に取ることは避けた方がいいわけです。それから、あとはですね、週酸っていうものが含まれているので、まあ、尿管血跡、尿路血跡のある人はですね、摂取を控えた方がいいというふうになっています。 あと、たまにですけども、ビーツ取るとですね、おしっこが赤くなる人がいいんですね。別にこれは悪いことではないんですが、まあ、代謝能力のね、まあ、違いがあったりするんじゃないかということが言われていますけれども、まあ、おしっこが赤くなってもですね、びっくりする必要はないんですが、そういった方がですね、まあ、ビーツの摂取を控えた方がいいかというと、そういうことではないんですけれども、ただそういったことが起こりうるよってことはですね、覚えておいてがいいわけです。抗がん剤の治療、特にメソトレキサートっていうですね、まあ、これはリウマチの治療薬であったりだとか、抗がん剤で使われてるんですけども、 メソトリキサートを飲んでいる人はですね、ビーツをジュースを飲んで、その後中毒症状が出たっていうのがね、報告されてたりするので、まあ、抗がん剤治療とかね、リウマチ治療している人も要注意ですね。 ただですね、まあ、いろんなことを考えても、ビーツそのものの健康上のメリットって非常に高いんですね。他にもですね、抗菌効果とか、抗ウイルス効果だったりだとか、コレステロールを下げる効果とか、血糖値を下げる効果とかね。あと、肥満を抑制する効果みたいな感じですね。まあ、健康上のメリットってのは続々と報告されている状況なので、まあ、ぜひですね、皆さんもね、ビーツを手に取って食べてみたり、飲んでみたりすることをお勧めしたいんですね。 まあただ、ビーツのジュースっていうのはですね、調子に乗って濃いやつをですね、一気に飲むと偉いことになるんですね。僕も最初の頃知らずにですね、一気に飲んでみて大変なことになったんですけども、まあ、400cc ぐらいですね、ジュースにしてこう飲んだらですね、すごいんですよ、こう。喉から胃にかけてものすごいですね、胸焼けがして、もうなんかのたうち回るようなレベルの刺激があるんですね。ですので、必ずリンゴジュースとかね、それから人参ジュースとかですね、まあ、薄めた形でですね、飲むことをお勧めします。 ま、実際、リンゴとかニンジンとセットにするとね、ビーツのジュースのまずさがだいぶ緩和されるんで、健康上のメリットもありますし、味のメリットもあるんで、ぜひ、まあ、ジュースにしてみて飲んでみることをお勧めします。まあ、あと、簡単なナはね、まあ、刻んでサラダに行って食べてみたりだとか、あと、えー、ビーツの葉っぱもですね、ベビーリーフとして、ね、売ってたりするんで、ちぎるとすぐわかりますね。赤くなるんで、赤くなる葉っぱがあったらですね、ぜひ、こう食べてみたりして、ビーツの健康上のメリットを享受してみてください。 今日の話でシクに立ったよって方高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。